で今もう本当のあれですね、2024の車輪っていうのは編むのがすごく簡単で、まあ、ほんのちょっとでバッてやっちゃったんですけれども、今回ですね、リム、まあ、新しく進化したリム、このロゴを入れたんですけれども、まあ、この、まあ、当社の、Cスピードって書いてあるロゴですけれども、これ、ステルスになっててですね、このなんていうんですか、このぶっきらぼうなこのロゴこれはまあ私のこう好みで、なんていうんでしょうかね、テスト車体についてるような仮のロゴみたいなイメージで、これやってみました。まあそういうのがこうちょっとかっこいいのかなっていうふうに個人的に思ったんでですね、やったんですけれども、まあこの新しい45のリム、高さ45ミリのリムなんですけれども、これ新しくスーパーライトっていうのが出たんで、実測370だったんですね、リム単体で。でこれまあよく見るとこれエアロだっていうのはお分かりになられるかなと思うんですけれども、これ自分がいつもこの使っております、星野ウィングスターエアロのタイプですね、ウィングスターのエアロスフォークなんですけれども、まあ、これで今回、組んでみました。で、ニップルはこれサピームのアロイのニップルにしたんですけれども、まあ、これで組んでみて、まあ、ハブはいつものパワーウェイの R13、まあ、安いハブですけれども、これはもう全然十分だと自分はこういつもこれで使って思っておりますけれども、さっきですね完成したんで実測測ってみました。そうしたらですね、ちょっと汚い字で恐縮なんですが、フロントウィールが、751.7、ああごめんなさい、リアですね、リアが 751.7、 フロントが 588.1、足すと1339ですね、まあ、これ大変軽いなっていうふうに思います。まあ、今までのでも1500切ってたんですけれども、大幅に軽くなったと思いますね。まあ、ペアで、どうですかね、1339っていうのは45のハイトにしては相当軽いのかなというふうに、組んで思います。まあ、これで、どういう走りになるのかっていうのが、ちょっと楽しみでございます。毎度の趣味のことでございました。以上でございます。